えぐすぎ。見てください、あれです。はい、皆さんおはようございます。今私たちはどこにいますか。ネイビーと言っておりますけれども、いや、私たちはシアトルにいて、 And we're going all the way down here. 目的、最終目的地はここレッドロックスなんですけれども、昨日の2時間ぐらいかけてシアトルからこの左側にね、車で移動してきました。そしてこの海沿いをぐーっと下にドライブしていくというわけでございます。楽しみなので、今ロードトリップ Day 1だよね。Sure. 朝9時にモーテルを出て、コーヒーが欲しいということで、この謎の小さな町にストップしたわけなのですが、10時から始まる。今10時2分9時50分だったので、10分間散歩しておりますという状況でございます。イエーイはい、ここがさっき言っていた小さい町のメインストリートになります。ここがメインストリートだけど、人がもう全然いません。お店も入ってません。見てください、この通りです。車が少々、何が起きた。早速 A coffee shop didn't open and it's 10:05 or 10:07。 この旅早々行き詰まっております。こうね、うまくいかないのがね、ロードトリップの楽しさでもあるよねと思うんだけど、お店がやってなかったので結局違うところに行きます。今8度でさ、冬なのにさ、長袖とベストだけでこう行けてるっていう、寒いけど行けてるっていうアメリカマジックだと思うんだけど、どう、ちょっと、じゃあ皆さんをロードトリップにお連れいたします。興奮してんのやばすぎ。こっから道まだまだ長いのに、ほら今渡ってきた橋が見えるよ、見えるよ。あ、ちょっとカメラワークほら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 、あー、カメラワーク ちょっとクリスマスなのがかわいい。無事コーヒーとご飯をゲットしました。美味しそう、ショーンのベーコンチーズベーグルと、私はアボカドトーストです。あとコーヒーもゲットして、 Ready to go。 これがオーシャンビューやがな。ドゥーン、すごい。ほら、こんなに高いところにいるよ。ヒュッ、立ってみたりして、怖っ。いいね、綺麗。オレゴン州に入りましたよ。海沿い走ってるので、こんなに綺麗です。おお、すごいよ。
なんか可愛らしいお店。可愛すぎる帽子見つけた。タコチューズで。タコ。可愛い。タコ帽子買いました。イエイ。なんかいろいろあるな。間に合え、間に合え、うわー、間に合え。もうやばい、クソ急いだ、このゆるゆるのために。すごい、超綺麗、映ってる。これこの道でもないところを歩いてるけど、今やばい、ねえやばい、超すごい、待って、めっちゃ綺麗じゃん、信じられん、綺麗すぎる。日が沈んできた。見て、映えてるよ、映えてる、すごい綺麗だね、綺麗。おはようございます。What's up? Day 2です。これはキャラットケーキ、そしてカプチーノとラテ、何ラテだっけな、ラベンダーなんたらラテ、私を2つ頼んじゃいました。カリフォルニアの中の小さい町に到着して、そう、これアメリカ、シアトルがここ。 Seattle's like here. シアトル、ここ、こっちに行って、海沿いがーってきて、これオレゴン州。 It's not that far, it's really far down and then it's like that far in. 違う、これオレゴン州。 No, no, that means. で、ここカリフォルニア、ここワシントン。 Yeah. こうやってきた。はい、わかりづらい説明すみませんね。じゃーん、出発する前にちょっとこの辺見るよ。いい感じじゃん、いい感じだよ。ちょっとさっきは浅すぎて説明できなかったけど、ここね、見えないね。見て、ほら、シアトルがここ、私たちここ、このとこにいるんですね。朝の景色をお楽しみくださいまし、まし、気持ちいい。え、待って、あっちにいる、いる、え、撮りたい、アザラシいる、アザラシいる、初めて見た野生のアザラシ、アザラシ取りたいな、アザラシだかアシカだか取りたいな、いないかな、うわー、これ、これ、あ、ピントがこっち見るんだよ、さっきから顔出すんだよね、顔出してこっちは見ては消え。でもちょっとカメラでは遠すぎるかも。あ、また頭出してる。さあ、Day 3。めっちゃ高かったです。朝ごはんとコーヒーで40ドルぐらいしました。
やってらんねえ。 Thank you。 わあ、抹茶ラテすごい綺麗。おいしい。フードが来ました。朝ごはんお茶漬け。まさかのお茶漬け。絶対暑いよ。うん、うん、うまいうまいうまい。うん、鮭とわかめが入ってます。海外で初めてのお茶漬け、おいしい。うん、今私たちはサクラメントにいて、今日はティーショップに行きます。5時間5分って出てる。昨日はサクラメント着いてジム行って少し登って、今日また移動で、明日はちょっと岩を登りに行こうと思います。見てください、あれです、あれあれ。さあ準備して登りますか。Let's go。至る所にあえて大きいようなゴールがある。すごい。チャンネル登録お願いします。